三越入道、三越入道、三越入道とは、日本の妖怪の一つ。宿直層、演歌祈願、古今百、物語評判などの江戸時代の怪談本や随筆、及び日本各地の民族資料に見られる。夜道や坂道の突き当たりを歩いていると、僧の姿で突然現れ、見上げれば見上げるほど大きくなる。見上げるほど大きいことから、見上げ入道の名がついた。 そのまま見ていると死ぬこともあるが、見越したといえば消えるらしい。主に夜道を一人で歩いていると現れることが多いと言われるが、四つ、辻、石橋、木の上などにも現れるという。見越し入道に飛び越されると死ぬ、喉を締め上げられるともいい。入道を見上げたために後ろに倒れると、喉笛、声を出すために必要な器官を噛み殺されるともいう。 九州の行き島ではみこし入道が現れる前には、わらわらと笹を揺らすのような音がするので、すかさず、みこし入道を見抜いたと唱えると入道は、消えるが、何も言わずに通り過ぎようとすると竹が倒れてきて、死んでしまうという。岡山県小田郡では、みこし入道に出会った際には、頭から足元にかけて見下ろさなければならず、逆に足から頭へと見上げると食い殺されてしまうという。 その他の対処法としては、見越した、見抜いたと唱えるほか、度胸を据えて、タバコを吸っていたら消えたとか、神奈川県、砂金で見越し入道の高さを測ろうとしたら、消えた、静岡県などの例もある。岡山県のある地域では、川屋で女性がしゃがんでいると、狐が化けた見越し入道が現れて、尻不幸か、尻不幸かと言って脅かすという。また、大晦日の夜に、川屋で、 三越入道、ホトトギスと唱えると必ず三越入道が現れるとも言う。これらの河屋に関する伝承は、河屋に現れると言われる妖怪、カムナミリ入道と混同した元の説もある。西村白鳥による、江戸時代の随筆、演歌記談では三越入道は人を熱病に犯す、薬病が神とされており、以下のような話がある。聖徳時代、三河国吉田町、元、 愛知県と橋市の商人、禅衛門が、名古屋の天馬町へ行く途中でつむじ風に遭い、乗っていた馬が足を痛め、禅衛門も気分を害してうずくまっていたとろ、身長一畳三余尺、約四メートルものを入道が現れた。その入道はまるでに王のようで、目を鏡のように光らせつつ、禅衛門に近づいてきた。禅衛門が恐れをの,のいて地に伏していると、 入道は彼を踏み越えて去っていった。夜明けの頃に、前衛門が民家に立ち寄り、この辺りに天狗などの会員はあるかと尋ねると、それはと、三越入道と呼ばれるものではないかとの答えだった。後に前衛門は、目的地の名古屋にたどり着いたものの、食欲がうせ、やがて熱病に侵され、医者の手当も薬も効果がなく、十三日目に亡くなってしまったという。 三越乳道の正体は不明とされることが多いが、変化能力を持つ動物とする地方もある。福島県南会津郡日野江股村の伝承では、イタチが化けたものとされ、乳道の巨大化につられて、上を見上げると、その隙にイタチに喉を噛み切られるという。宿直草では、タヌキが化けたものとされ、キツネが化けているという地方もある。信濃国、現、長野県では、 無事なが化けたものと言われる。また前述の日の絵又では、三越入道は、提灯、桶、火事おけ、などを手に持っており、その持ち物こそが本体で、持ち物を叩けば、入道を退治できるとも言う。単に三越入道と言っても、妖怪画では、様々な姿として伝えられている。江戸時代の妖怪絵巻、百回図館、画像参照や、妖怪スゴロク、百種怪談妖物スゴロクでは、 顔や上半身のみが画面に大きく捉えられているのみで身体的特徴ははっきりとしない構図となっている。鳥山赤燕の妖怪画集、ガト百鬼夜行に、三越の台で描かれた三越入道、増産照は大木の陰から覆いかぶさるように出現した様子を捉えたもので首が長めになっているが、これは背後から人を見る格好で、 六六尾のように首の長さを強調しているわけではい。このように巨大な妖怪という特徴で描かれた三越入道が存在する一方で、江戸時代のおもちゃ絵などに描かれた首の長い六六首かとさえ思える三越入道も決して珍しくない。六六美との関連を思わせるものも存在し、六六尾の伝承の多くが女性であることから、男性版の六六美とも例えられることもある。 この首の長さは時代を下るにつれて誇張されており、江戸後期には首がひょろ長く顔に三つ目を備えているものが定番となっている。妖怪をテーマとした江戸時代の多くの草像詞でも同様に首の長い特徴的な姿で描かれており、そのインパクトのある様子から妖怪の親玉として登場することがほとんどである。これらのようなところにも多様で複雑に影響しあって、 妖怪世界が形作られていった様子が、垣間見えるとの意見もある。北尾正美による奇病子、妖怪着登場。1 7 8八年では、甘乳道という、毛深くて、長い首を持つ、女の妖怪が登場しており、これは、女性版のみこし乳道とされている、画像賞。民間伝承におけるみこし乳道に類する妖怪は、次第高、高乳道、高坊主、 伸び上がり、乗り越し入道、土産入道、入道坊主、やんぼしなど、全国に伝わっている。長野県南作郡南木村、海の口、新潟県北貫原郡赤谷村、現、柴田市、静岡県灰原群城川根村、現、本川根町、周知郡三荘村、現、森町などでは単にみこしの名で伝承されている。上川根村ではその昔、 二人の若者が夜空に、昇りのようなものが空を登っていくのを見つけ、見越しだと言って驚いたという話がある。また、静岡県伊原軍領がない村、現、静岡市ではおみこしと思いって、道端にいる人に消防図の姿で話しかけ、話している途中に次第に背が高くなり、その様子を見続けていると気絶してしまうが、見越しだぞと言うと消えるという。 道端に優しい人の姿で現れ、通りかかった人が話しかけると、話の内容によっては大きくなって見せるとも言う。熊本県天草郡一町田村、現、天草市では、こし入道と発音は同じだが、漢字表記の異なるこし入道として伝承されている。下田の釜という地の一本道に現れるという身長5畳、約15メートルの妖怪で、 出会った人を今にも舐めるかのように舌なめ釣りをするという。ある者がこれに出会い、一心に神を念じたところ、入道は恐れをなし、みこしのようなものに乗り、布を長く引いて、山の方へと飛び去ったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。